はじめまして、こんにちは。いや、カメラ同じなんですけど、モンクレーズっていうブランド、はいはい、ダウンが欲しいんですよね、社長の。はいはい、僕一個プレゼントしよう。マジです。まず社長って言って社長に言ってもらえるもんもらって全部もらってめっちゃ人混みを。可愛い。え？人妻が可愛い。有名人が綺麗な器ってこと？誰も映らなかった。マジで？海外セレブが女性タレントをパパラッチで。ラッシャーすごい光る。反射するから。ユニチューブコラボしてる。青森から。僕らは名古屋で塗り替え道場のユニチューブ塗り替え道場知ってます、ね、知ってる、はい、社長これどうなの？いいな、パパラッチ対策、なんか面白い、二大になりそうだけど、はい、社長これ買うだったら僕これ買います。まずも匂う、これ可愛いんだよ。これいくらするの？48,000。ほら、シャチ紫。あら、何これ？これさっき見てたやつ。そう、色違い。これかわいいよ。48,000。48,000？うん。またバレるわ、あるか。そうだね。ありますけど。うん、必要ですか？これで L でしょ。いや、これ L 大きいから。これでかいんだよ。だって、大きいよ。サイズ変わって。変わってます。何得しようとしてるの？来た時見せるよ。え、来て俺に見せるの？さっき来てるの？サイズはちょうどいい。あとトレーナーの中で着るとトレーナーの中で着るとトレーナーこれめっちゃいい。いいです。かっこいいです。かっこいいと思います。かっこいいです。どうやってキャバクラの女の子に持ってます？そうくん買うのか。
持てます、持てます、絶対。まだいろいろブランドありますけど大丈夫ですか？もういいですか？もういいですか？いや、持ってます。ちょっと怖くないこれ。あ、ジーツクとかは興味ないんですか？なんですか？ジーパンとか興味あります？あんまりない。あ、ジーパン行きましょう。いや、もうなんか、めっちゃかっこいい。めっちゃ有名です。高いですか？だからジーパン1本8万とかって。いや、ベルとかでいいよ、これ。まだ買い物終わってない。あんたはあんたはどんだけうちで、あ、いただかしたと思った。あんたはどんだけ謝れよ。来たしたんださ、青森の人間信用したらダメだぞ。見るだけ見るんじゃないですか。そうですね、見るだけですよ。そうですね。ちょいちょいな。目が。うちティンス。何もないです。何ですか？いいところ何もない。喋ったりとかもしないし。いいです。綺麗な美女。綺麗な飲みに行きましたよ。綺麗な奥さんがね。ちょっとあの性格悪そうだけど。嘘嘘嘘。違う違う。嘘嘘嘘。そういうそういう。あ、そうか。あ、ペンキは効いてないの。塗装だもんね、なんか勘違いされちゃう。社長さん、そう、仕事前でいいか。じゃあ、これでいいよ。箱のスティー。箱のサイズで、一回入ってみる。やっぱり。変わってきた。変わってきた。無理しないで。うん、なるほど。いや、一回、買うやん、もうちょっと選んでほしい。え、これかっこいいんですよ、これ。この辺も。この辺りもまだ。ちょっと合わせてみましょう。これでいい。適当。これでいい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 。はい、44の、はい、ちょっと中に入ってしまう。どういい、ちょっといいな、はい、いいで、それで、それで、そのまま入って帰る。そのままで、これいくらなの。え、いくら、はい、ちょっと見てよ。いくらなの。え、はっきり言っていいよ。そのまま入ってから社長入った。あ、そうそう。で、買うんすか。ハイテクって。いや、もうちょっと見た方がいいっすよ。ね、奥さん、もらいますよ。これは売れるから。持ってって。あ、今これ、竹知らなかったですか。竹、やってればもったいないんで。お、足長い、足長い。足長い。かっこいい、かっこいい。どう？いい。顔変わってないんで。顔変わってないんで、社長。あれ？本当にこれで売れるんですか。失礼だね。奥さんの際どうですか。いいのがいい。これどっちがいいですか。綺麗だわ。こっちの方がいいっすね。こっちの方がいいっすよ。これでいいの。こっちの方が保存しましょうか。いいっすか。はい、保存して。俺車入ってきたんだ、店員さん。そこから保存しないの。こっちの方がいいの。今ね、その方がだ。こっちの方がいいっす。いいっすよ。いや、俺シャツもそうだし。俺竹脇は来てもらって。あ、来た。台湾だな、せっかく青森からわざわざ来てこんな高級店連れてこられてか。買い物させられて。このまま守ってた。ちっちゃいっすね。どうやろ。もうこのこのモデルさんぐらいだよね。はい。おお。おお。ギリ折れてない、大丈夫。おお。おお、すごい。じゃあ
ゃあ今日は買い物コラボですね。そうですね。いやー買ったね。沢君買ってもらいたいですよ。え、マジですか。いや、両方合わせると、まあ、値段ぐらいで買ってるんでまあでもあのカメラ回ってないところでいいんですけどまあ金はあるんだ疲れだよ。お疲れ様です。名前なんだっけ、カメラマンの今。僕、名前出てないですね。カメラマンでお願いします。カメラマンでつけてあげてください。あ、お願いします。あ、僕がつけていいですか。はい。あ、ちょっと、いいだろ普通何も個性がないよくよく言われます。手袋か。手袋か。顔関係ねえべなもん。まあそれはいいんだけど、はい、あの今日おたまさしようよ、はい、大変なのおめでとう。おたまさちゃうなズボンこれな買わせられね、はい、それいくらだろう。これさよく知らねえ。10万ぐらいしてたよでも、これすごいんだけど、はい、俺らってさ、俺田舎者だから、はい、こったらフグ買ったことねえんだなんで服もこんなに高えのかって指びっくりしたこんな包まさったことあるお土産があってこれもこれが、そう、モンクレールっていうのシール。これでいくらするんだ、これこれシールだから5000円ぐらいするからで、ハブレがたんだよ、うん、ダウンとかパーカーってやばい値段かかってこれは買っちゃいけないと思ってそれで論点にした俺らのイメージカラー何よ。紫。あー、かっこいいじゃん。かっこいい。なんであと僕はもう一枚。あ、おめえも同じの買ったので、うん、あともう一枚これ、うん、これはなんかわかんないけど店員さんがいいですよって言ったから適当限定そう、限定って言われると弱い。弱いでもね、あの、カンタ君も、あの、翔君も、あと、ゆうちゃん。いいじゃん。わかんないけど。でもみんなすんげえいい人だったね。うん、もう、こんな田舎もんは受け入れてくれて、出店場開けてくれて、わざわざ、うんうん。ありがとうございます。いえいえ、そんな、こちらこそありがとうございます。次、青森来いよ。まあ、そんな感じで、しっかりか、はい。じゃあ、すみません、あの、青森来たら、今度、青森ブティックに連れてくから。あんたたち、いっぱい変わってるから。はい、ありがとうございました。じゃあ、はい。みんなで。はい、せーの、はい、そっちっす。勉強しろ、ちゃんと。OK です。おはようございます。そっちだったな。取られてお前にもしましたのはみんなに混ざり合ってますよで、みんなで騒ぎ始まったんですよ。マジで？マジで？あれ、無事ですよ、もう買い替えって言って顔して俺らだけでこれで大変無事漫画やったんですよ。高っ。ちょっと前は地味ですよ。ちょっと地味なんですけど、そ緑が欲しかったんで、うん、渋いっすよ。渋いよ。あ、いいね、それブラックで。ちょっと着てみせてよ。カーキ色っすよ。作業着とかあらんやん色作業着とかあらんやん。あ、でもだってこれよりちっちゃいとちょっとあれなんかチャッチっすよね。ワークマンプラスって多分これ。でも男ですよ。大して見せないか。だ。でこいつじゃ来て見せてって着るじゃん。俺なんかもう動画撮ってるからあちこち喋ってるじゃん。はい、でこいつパッと見たらもう脱いどんだわ。じゃお前着ろよって言って。でまたこっちで喋ってるからまた見てる、はい。また脱いどんだわ。着ろよって言って。5万の世界に入ってます。2回ぐらい言ってたから。5万の世界に入ってます。でもやっぱ軽いそれ。これめちゃくちゃいいっす。これどう？ナップで売ってるそうだけど、うん、俺どう？あ、これ、あ、かっこいいかも。すげえ。シルバーか。シルバーだよ。じゃあ俺ほんとぶっちゃけ、いやこれ嫌だな。いくらですかちなみに？マジですか？これ本当にまあまあやばいですから。これ来てみんな携帯持ってますよ。写真持ってください。じゃあ本当に。俺が着る写真撮ったら海外のセレブよ。パパラッチ大佐。え、そう。パパラッチが一眼レフとか写真撮るでしょ。え、俺が着る。マジっす。芸能人顔強い。ちょっといいですか写真撮って、うん、こうやってほらほら、あ、ほんとだ。撮ってくださいよ。ね、すごいっすね。
すごい。すごいですね。ワークマン探しても。ワークマンね、男の子ぐらい。セレブ行かないで。確かに。プラスの方ですね。プラスの方です。プラスの方です。行きます。はい、チーズ。でもやっぱ、どうなるのか。あれすげえ、賞ももらえない。これ、おかしいです。僕のやつもじゃないですか。